皆さんこんにちは、新鮮な干物です。今回は、スプラトゥーン3の武器設定解説ということで、スプラシューターとは何かについて、解説していこうと思います。それじゃあ早速行きましょう。まずはじめに、スプラシューターの生い立ちについて解説していきます。これは25秒あればざっくりわかります。スプラシューター、通称、寿司は、スプラトゥーン1、2、3、と登場しており、初代スプラから、最新作の3まで、ゲームの看板武器として登場しています。ところで寿司のモデルは見た目からもわかるように、水鉄砲となっています。続いては、スプラシューターのスペックを解説していこうと思いましたが、その前に、武器のプロフェッショナル、武器君にスプラシューターについて話を聞いてみましょう。ということで続いては、武器の細かい性能について説明していきます。と、ウプ主に怒られたので、武器の匠の話が、わからなかった人のためにわかりやすく説明していきます。スプラシューターはシューター系の武器で、サブスペの構成は、サブウェポンは吸盤ボム、スペシャルはウルトラショットとなっています。個人的には、スペシャルがマジで強いです。害悪です。マジでうざすぎです。なので皆さんこの武器を使い、エピソード2では、大体の性能を解説したので、こっからはガチで解説していきます。はじめにスプラシューターの射程です。寿司の射程はロビーの待機場のライン、2.5 本から、3本分となっています。みんな大好き若葉シューターと比べるとこんな感じです。寿司の方が気持ち長いですね。まあ戦闘中はほとんど気にならない長さです。続いて攻撃力です。スプラシューターの最大ダメージは36ダメージ。最低ダメージはなんと驚異の18ダメージとなっています。わかりやすく例えると、ヤシガニさんに、ハサミで挟めなくなるバンドをつけた後の攻撃力と同じです。はい。くっそどうでもいいですね。はいじゃあもう、残りの細かい性能をババッと、説明して終わりましょうか。うわ、肝。ジャンプ打ち時の、射撃精度の変化はこんな感じ。うん、美味しそうですね。続いては、連射時に何発目で、中心のレティクルとは違うとこに飛んで、アホーインクが出るかです。だいたい5発中2発くらいの割合で、アホーインクが出ていますね。なので、連射するとき、4、5発外したら対面をやめた方がいいでしょう。死ぬので。お疲れ様でした。どうでしたか？今回の動画は個人的には、寿司のほとんどを解説できたと思っています。なので反響が良ければ、シリーズ化も考えていますので、どうか高評価とチャンネル登録お願いします。また次の動画で会いましょう。それじゃあ、バイチャー。